こんにちは、今日は活動を始めたきっかけになるような場所です。館内の馬車道ですけども、中学3年ぐらいの頃から、この辺にいまして、それでジャズと接することができました。今でも中心で活動してますけども、今日はそんな店を思い出とともに何軒か巡ってみたいと思います。お楽しみにしてください。カバン買ったの？まずはね、部屋人決して、僕は本当にちょっと2年間お世話になっている店、やってないと思うので、ちょっと上まで。まずはここ、部屋人というジャズクラブですけれども、さっきも話しましたけど、高校2年の時初めてここで演奏したんですけど、本当に古い、老舗のジャズクラブです。なかなか敷居が高い店なんですけど、まだ営業してないですけど、ちょっと覗きましょうか。真っ暗で撮れるかな。ダメだこれ。ここでね、キャボールが大変で。ないよね。電気ついてるからいるのかな。見てください。老舗の感じ、たっぷりですね。マスターはね、トランペッターなんですね。クラシックのトランペットなんだけど、最近なんか、吹いてるみたいですよ、たまにね。昔は絶対やんなかったんだけど、最近やってるみたいですね。厳しいマスターですけども、本当にお世話になってますね。僕の恩人ですね。この音楽活動で徹底恩人のマスター梅本さんって言われるね。梅本さんの店、エアジンですかね。じゃあ行ってみましょう。次ね、渋いでしょ。ここがパラダイスカフェという店で、ここも3年ぐらい前だったかな、グループセルベッサというグループでここをやったんですけど、その時にお客さんが2人か3人だけだったという悲惨な結果を残して、それ以来になってます。ここのライブハウスの面白いのは、ジャズだけではなくポップスとか、あと面白いのは昔有名だった人、分かりますよね。昔有名だった人が結構ここでライブをやってるんです。で、店主の滝さん自身もシンガーソングライターで、今横浜の FM かなんかでパーソナリティをやってるんじゃないかなと思いますけど、非常に顔の広い方で人望が厚くて、この辺では有名な人ですけど、パラダイスカ、とってもいい店です。またね、やりたいなと思うんですけどね、なんせ前回が悲惨な集客成績だと思うんで、やらせてくださいって言いにくい。そういうこともありますわな。とてもおすすめのね、いいライブハウスです。パラダイスカフェ。でね、今度そこの左に見えました。今やってるんですよ。最近ほら、昼やるじゃん。で、この通りですけども、新宿のなんとか横丁みたいなね、細い路地ですけども、ここにはいい店がたくさんありまして、大体ライブ終わるとここで飲んだりするんですが、今ダメですからね。ちょっと行ってみましょうか。僕の好きな店が、ワインの専門店。イタリアワインの専門店、ここは直営店ですごい飲ましてるスタンドでね、とってもいい店です。クラ、そこがメグスタ、今度の会場ね、今度のライブの会場ね。そのなんとか横丁を抜けるとですね、ホームベース型なんですよね、ビルがありまして、ここにメグスタというジャズクラブがあります。今度10月の9日はここで演奏します。空いてるかどうか分かりませんが、ちょっと上行ってみましょう。エレベーターがあるんで楽ですけども、さっきのエア人はエレベーターなしの妖怪ですからね。YouTube チャンネルやってんだよ。ここに唐突にして、左撮ってもう。ごめんね、娘いると思うんだけどな。ここだけ撮って、K をさ、撮ったんだけど。なんか今、声したから。そんなわけで。リハーサル中ということで。そんなわけで。じゃあまた。ありがとうね。すいません。またね。ということでした。
リハーサルにも結構ここは使うんだよね。やっぱライブハウスって日中空いてるから、ミュージシャンとしてみればその本番と同じ条件で使えるから日中できるっていうのはすごくいいんだよね。今度使わせてもらおうかな。さ、じゃあ次はね、あの川谷さんちょっと挨拶して。もうオープンしてる。あのね、うちはね、1890年から一応この土地で商売がずっと、もともと草履屋から始まったんです。じゃあ、ちょっと、はじめ僕は、適当に喋ってますから、最後にちょっと一言でお願いします。はい、ここが最近私のお気に入りの革の専門店です。今井さんというね、馬車道の、メグスター、今の演奏会場からすぐのところです。非常に分かりやすい通り沿いですけども、見ていただければ分かりますけど、いろんな革の商品があります。僕は革が大好きなもんで、もうここのお店のファンになってしまったんですけども、最近は革じゃなくてもいろんな素材がありますけどね、やっぱ革ってね、独特の良さがあって、やっぱり僕も革マニアとして、やっぱこういうものを皆さんに使ってほしいなっていう思いがあります。本当の革、動物の革ってのは暖かいしね、とってもいいもんなんで、ぜひお勧めしたいんですけども、ぜひ近いんで寄ってみてください。小物から、僕はこの前このカバン買ったんですけど、せっかくなんでじゃあ今井さんに一言言ってもらいたいと思います。あ、今井です、よろしくお願いします。うちは黒子も一応得意として扱っております。馬車道来られたらぜひ寄ってください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。OK、 ありがとうございました。急に来てね、こんな無理なお願いしちゃって、すいません、失礼します。よかったね。本日結構面白いと思わない？ここもね、昔は知ってるのがいて、ちょっと撮らしてなんて言ったら撮らせてくれるんだけど、今はね、スタッフ全然分からなくなっちゃったから、まあ、全体の外で撮ろうか。中入るまで、ここがさっきなんとか横丁っていうところで、僕はイタリアのワインを立ち飲みをするっていうバーを紹介しましたけど、紹介っていうか前を通ってきただけだけど、イルカリーチェっていう店で、さっきのはバーでクラっていうところですけどね、ここはね、素晴らしいワイン専門店で、ワインだけじゃなくて、僕が好きなのは生ハムをね、切ってくれるんですね。それはもう最高、本当にレストランで食べるものがここで買えるというと、行ってみたいと思います。よし、じゃあ今日もレンタカーで、今日は左ハンドルですな、左ハンドル難しいですね。じゃあ行きたいと思います。横浜らしい風景、馬車道からね、ちょっと入るとね、まだまだ古いところもありますけど、もう随分ビルになっちゃったね。僕が知ってるこの30年でもだいぶ変わっちゃったからな。さあ、これで馬車道をずっと横切って、港未来ですけどね、せっかくなんで野毛通ってなんか僕にとってはその館内と野毛っていうのはすごい近いところなんだけど、なんかやってることが全然違うっていうかな。やっぱ館内行くともうジャズっていうね、スイッチが入るんだけど、このちょっと野毛に来るとジャズというよりは歌を歌ったり、自分の得意とするラテンパーカッションではなく、いろんな楽器、ジャンベだとかカホンなんかを使う、その今風なというかね、本当に飲んで食べて騒ぐ、別にラテンじゃなくてもいいよ、何でも受け入れてくれる、遊べる無法地帯っていうのが僕にとっての野毛なんですけど、野毛についてはね、そう簡単に済まされないんで、また野毛案内っていうのはね、やりたいと思います。今日はちょっとその触りをね、感じるかな。今なんつってもね、みんな控えてますからね。これはルタンですね。ルタンペルト、いませんね。もうずっと休んでるみたいですよね。あ、ルフは開いてるわ。誰かいるのかな。ここが、まあ、2号店ですけどね、うん。昔はね、こっちの通りは静かだったんだけど、まあ今はね、パンパン状態。こんなとこにまでお店がっていうぐらいね、できました。